どうですか、我様ながらこの、契約、ワンズフロと契約して、ここ数時間、数日間過ごしてみてどうですか。まあ、周りの反応だったり、そういったものを見てると、このチームの大きさだったり、偉大さを感じることができます。通常、毎日こんなにカメラ、とかメディアの方、前にすることないと思うんですけど、まあ、この状況について、どう思いますか。まあ、先ほど言ったのと同じですけど、このチームがどれだけ露出が高くて、数多くの人に見てもらえる立場にいることを実感できます。代表で久保選手と一緒になったと思うんですけど、久保選手と話したりとか、バルセロナのことを、何か、聞いたりとかはしましたか。もう代表なる前からプライベートでもすごい仲いいですし、今でも連絡を取りますし、まあ、サッカー限らずプライベートのことも話すので何でも聞いてます。ここ、まあ、適応についてなんですけど、どのように適応することを考えてますか。まあ、言葉だったりいろんな、違いがあると思うんですけど、どのように慣れていきたいですか。まあ、食事だったりっていうのはこの3日間で、まあ、なんとなく分かって適応できてますし、まあ、それ以外の言葉に関しては、時間が解決してくれますし、チームメイトもすごいフレンドリーで親切なのですごい助かります。契約は、トップチームに、まあ、行ってほしいっていう、プロジェクトのもと、契約されたと思うんですけど、まあ、どのぐらいの期間でトップチームに、行くことを考えてますか。期待ですか。まあ、期待されているのは感じてますし、スタッフからそういう思いも、聞いているので、まあ、時期は問わず早ければ早いほどいいですし、まあ、焦りながらも落ち着いた気持ち両方持ちながら。スペイン語、もしくは、まあ、スペイン語で何か言ってもらえますか。まあ、最近覚えたんやったら、なんやろうな、何でしたっけ。ビスカエルバルサ。ビスカエルバルサ。ああ、ビスカ。ビスカエルバルサ。ビスカエルバルサ。バルサ。